皆さんこんにちは、山中千です。今日はですね、もう3月ももう半ば近くなりました。一気にまた世界はね、まあ毎週毎週いろんなニュースが起きてきて、ついこの前はですね、数日前は一番大きな話題はやっぱりアメリカの、まあ一般教書演説というね、時の大統領がやるね、日会の一番まあ重大な大きな演説ということでバイデン大統領をやったんですが、まあ私も5分ぐらい見て、もうこれはこんなの見てもしょうがないなと思ったぐらいですね。はっきり言ってね、まあ悪口攻撃の、要は俺が一番やってきた全部アメリカの景気もいいじゃないかと、全部そういう話ね、まあ普通誰だってそれ言いますよ。だけどね、この大統領の場合はね、反対派トランプとトランプ支持者を貶としめるんですよ。トランプって政敵をね、攻撃するのは分かりますよ。だけどそのトランプのね、いわゆるマガっていうその支持者の人たちまでね、もうこんな連中はもうね、もう暴力主義者で、人種差別主義者で、白人、優越主義者でってね、めちゃくちゃいつも言うわけですよ。でそれも本当にこう口汚く罵る。まあ80になったじいさんがね、まあよくここまで口汚くやれるなっていうか、まあこの人の人生みんなそうだったんでしょうけどね。まあ一生ワシントンの政治家、まあピラ、ね、あの辺のローカルの議員から政治家でしか飯食ったことがない人間ですから、何のビジネスも仕事もね、トランプみたいにずっと大成ビジネスマンとして大成功したのとはまるで違う。ワシントンの泥沼に35年いてズブズブのそういう金をもらってきた人間の典型ですね。まあそれはそれとして、それのことはまた別にしてですね、大した話じゃないんでね、やはりそれより一番重要なのはね、やっぱりこの2日前かな、急に出てきたビクトリア・ヌーランド国務次官の退任のニュースです。出てきてね、これびっくりした。僕は急に出ましたから AP 通信で出たんです。そしてその前にロシア系でもね、バーッと出た、スプートニクとか、タス中心だったかな、ああいうのでもね、パッと出たんです。であとアルジャジーラとか、中東インド系、こういうところは出たけども、 AP 以外のアメリカのメジャーはね、マスコミはほぼ全然出なかったんですよ。24時間近く、なぜかなって私も不思議に思っていたんですが、要はこれがね、退任の理由がはっきり書かれてなかったんですね、 AP のニュースの中に。つまり自分で辞めたらリザインとかね、それはあるんですね、英語の言葉の中で。あるいは、クビなのかね、フォースドアウトとかね、そんな言い方がいくつもある。だけどそういう言い方じゃなくて、she left、つまりね、離れたと。ということはね、離れたっていうのはやっぱ二つ、どういうことかっていうと、自分で自主的に、まあ、退任した、希望してね、それか、まあ、いわゆる、強制的というかプレッシャー圧力をやめるようにと受けてやめさせられた、まあこの2つ、まあそれとまああとどっちかとも言えないとかいくつがあるんだけど、まあ今回このでもレベルのこの高いナンバー3ですからね、国務次官というのはナンバー3なんです。ナンバー1が国務長官ですね、ブリンケン。ナンバー2というのはね、国務副長官というのがあって、去年までは席にその夏までだったかな、シャーマンという女性がナンバー2だった。彼女が退任して、つまりこの席が空席でずっとあって、そこでナンバー3のビクトリア・ヌーランドが副長官代行という立場だったんですね。間違いなく彼女はね、副長官に自分はなれると思ってやってきてますよ、やってきてました。これは間違いない。35年かな、キャリアが国務省の中でね、まあ、ずっと下から来て、ずっとやはりね、一番頭角を表してきたのが、レーガンあたりなのかな、レーガンでしょ、6人の大統領を使えたって言ってるわけですから、レーガン、ブッシュ親子、ね、そしてクリントン、そしてオバマでバイデンなわけでしょ。で、やはり大体オバマあたり、特にもうね、バイデン、いわゆる民主党政権のだけじゃなくて、
ブッシュジュニアの時の副大統領であったディック・チェイニーね、この辺あたりですでに彼女は徴用されてたというふうなことなんですね。つまりブッシュ政権というのは非常にこれもうタカ派中のタカ派戦争屋政権ですから、ね、イラク戦争あるいはもう本当にああいったサダム戦ね、ああいった時まあ中東戦争に関与していったその中核的彼女が工作をもうすでにやってたディック・チェイニーのところでね、そういう話。そしてやはりメインはクリントン政権でヒラリー、そしてクリントンの後のオバマでもヒラリーは国務長官だった。あそこで非常にああいった反ロシア敵視政策、中東だとか様々なところでクーデターを起こす、その中心的人物がこのビクトリア・ヌーランドだったんですよ。これはもう誰でも知ってることは知ってる事実。彼女の旦那さんが、ロバート・ケーガンというですね、この人はもうアメリカのネオコンの中核的人物。この彼らの兄弟、あるいはそのお父さんも含めて、アメリカネオコンを総元締めっていうかね、ダイナスティーって言ってもいい。そういったところの人のこの彼女は先兵に立ってね、ロバート・ケーガンなんかやっぱりシンクタンクなんかもね、あれで非常にこう、ポリティカルなそういうこう発言をする方のね人だけど、実際政権の中に入ってゴリゴリに戦争を進めていった、クーデターを進めたのがこのヌーランドっていう人なんですね。でそういうことでその彼女が特にやっぱり非常に重要なのは2014年のねマイダン革命ですよね。これプーチンも言ってましたよね。プーチンさんインタビューでタカ・カールソンとのインタビューでね、まあ、大体直近すべて、まあ、そのずっと昔から歴史的な経緯はもうウクライナという土地がさまざまいろんなところに入ったり、ロシアの傘下にあったことも長いくあり、そして共産主義が起きたレーニンの1917年以降のね、あの後もソビエト・ウクライナっていう名前なんですよ。ソビエト・ウクライナ。そしてそういうことでソビエトの共和国の一部であったりとか、まあ何度かそういうことを繰り返しながらいたってなるけど、やっぱり直近で言うと2014年のマイダン革命、あそこにおけるまあ実際に、国民、ウクライナの国民によって選ばれた ミノコビッチだったかな、そのロシア系ですね、ロシアの側、どっちかと親ロシアのね大統領をひっくり返したわけですよね。それをまあ1回2回って選挙で本当は1回で決まる、2回とね決まるものを3回目の選挙なんてウクライナの憲法にもない、これをやらせた。そしてひっくり返した。まあ、不正戦争、民主党、お手の物ですから。不正選挙ね。うん、で、あの時はもう暴動して、焚き付けて、もう、人々をね、まあ、親、西側、NATO 側のね、そしてそこで暴動を起こして、スナイパーまで CIA が雇って、どんどん人を撃ち殺していった。こういうことももう、ものすごい流血のね、あれが起きた。全部この人が後ろで、工作をしたのも分かっている。堂々と画面に出てきちゃってますからね。日本の人もたくさんクッキーやねあれ配って歩いたおばさんだっつってね、クッキーおばさんなんてね、まあ本当ステラクッキーなんてのはありますけど、それとはまあもう雲泥の違いのね、とんでもない、まあ戦争嫌ですよ、ウォーモンガ。アメリカでも知ってる人はみんな知ってます。日本でも知ってる人はもうみんな知ってる。知らない顔してるのは、まあ、マスコミ、日本のマスコミと政権だけでしょうね、外務省とかね。まあ、してても知らん顔しかできないんでしょう。うん、去年もね、来てましたね。ロシア・ウクライナ戦争。だから彼女、つまりね、これをスコット・リターっていう、これも私がよく見てる人ですけどね、長くロシアなんかもよく行って、情報通ですね、ロシア・ウクライナなんかもね、元海兵隊の情報将校、元国連のいわゆる大量破壊兵器査察官をやってた人ですよね。この人が昨日おとついのあれでも言ってましたね。これはね、ヌーランドの戦争、ロシア・ウクライナ戦争はヌーランドが起こしたヌーランドの戦争だと。日本だとなんか
プーチンの戦争っていう本が出てるんじゃないですか。うん、みんなあのテレビ見てみんなプーチンがやった犯した戦争だってなるでしょ。そら。ところが裏の真実知ってる人はこれはヌーランドの戦争、2014年のね、ひっくり返して、いわゆるあのクーデターですから、ウクライナの国民によって選ばれた政権を大統領を転覆したわけですから、その金額は彼女はねこそっと言ってんですね。このクーデターにかかった経費はね、5ビリオンダラーだ。日本円で8000億円です、今。5ビリオンダラーかかったってはっきり言ってんですよ。みんなの前で。すごい金額ですよね。でもそれだけの金かけて、まあそういうことをずっといろんな国でやってきた人なわけですね。イラクでも、イラク戦争の時も中核的な非常に裏での工作、CIA を使いますから。アメリカは CIA を使います。そして CIA というのはやっぱりね、非常にまあこれスコット・リーターとも言ってましたけどね、結局外交は2つあると。表の外交、国務省のね。だけど裏では CIA がこれ議会や大統領にね、いちいち命令を図らなくてもよく自前で自分だけで動けちゃうんですよ。動けるだけの予算もあるし、権力がある。それ長くずっと、もうベトナム戦争のあたりから CIA はそういう活動をしてきている。まあそういうことの延長でね、まあ議会なんか民主党共和党どうだろうが関係なく勝手に飛んでって動くんですよ。ただそれをやるにはやはり当時の政権の中核にあるような、例えばオバマ政権だと国務省の長官であったあのヒラリー・クリントンですよ。ああいうのがもうゴーサインを出すわけですよね。そしてお前ら行けと CIA。 それに対してね、ちょっと昨日も聞いてましたけど、オバマ大統領はね、そこまで反ロシアでそこまで違法なことをねするってことをね、ヒラリーには抑制してたって言うんですね。だからそれぐらいヒラリーってのは悪辣に戦争を起こしていく、その実行部隊の一番隊長さんがこのヌーランドだったんですよ。それぐらい感激に、あの女二人、女だから平和的にとんでもないですね。男より、まあ、戦闘的なこういった二人がコンビになってて、だからヒラリーなんか大統領になってたらとんでもない戦争にアメリカがね巻き込まれたって知ってる人はみんな知ってる。だけどその先兵隊がねこのビクトリア・ヌーランドだったんですよ。そして彼女はなんで辞めたか、辞めさせられたかってちょっと話をしたいと思うんですがね、この見方は二つあってね、自身が辞めざるを得ないところへ追い込まれたという見方、両方だろうという、つまりね、自分もただ悟った、つまり11月例えばトランプになった場合に彼女は間違いなくすぐ外されるし、そこで責任を負わされる可能性がある、その前に辞めたという見方、それからね、やっぱり辞めさせられたって周りからプレッシャーがあって、これちょっとエピソード言います。噂をこのスコット・リーターが言ってたんですね。彼女は今の段階になった時に、すでにもうほぼ完全にウクライナは負けてるわけです。これはもう民主党のアメリカの中でも共通認識ですから。ロシアが 20% 領土取っちゃってるわけでしょ。で、さらにまだ拡大しようって攻めていこうってやってるわけでしょ。つまり、この対ロ強硬政策はすべてビクトリア・ヌーランドがね、作戦戦略を立てたんですよ。このすべてが崩れ去ったということなんです。つまり彼女が作戦を立てて、間違いないですよって。そして、ね、欧米を焚きつけて、いわゆる欧米というのは、ドイツやフランスですね。フランスのマクロンが強硬的な発言しましたよね。NATO は、どんな手段使ってもやるから、もしかしたらフランスや NATO 軍がウクライナに出ていくってことあるなんてバカな発言をした。しかし、その後すぐに、やっぱりドイツのシュルツ首相は、いやいや、それはありえないと。我々ドイツ軍がウクライナに出ることはない。はっきり言ったんですよ。ただ、その直後になって、皆さんも聞かれてる方いると思うけど、ドイツ軍の高官、将軍たちが4人なぐらいなのかな、その中でタウルスっていうね、まあ、いわゆる最強のクルーズミサイル、巡航ミサイルですよ、ドイツのね、あれをクリミア大橋を爆破のために送るっていうね、その会話がロシア軍に傍受されてて、ロシアがこれをリークしたんです、パーンとロシアのメディアで。これで世界中蜂つついたような騒ぎになった。これに対してね、これに関わってた可能性あるのかって聞かれた時にね、このスコット・リーターはね、可能性はあると。
なぜか、ただね、ビクトリア・ヌーランド、間違いなくこのタウルスという巡航ミサイルをね、ドイツにずっと出せ出せってプレッシャーかけてきたのは事実だから、そういったところでこのね、でどういうふうに彼女が言ってたかというとね、シュルツは慎重姿勢なわけですよ、シュルツはね。だけど彼女はこういうふうに言ってたって言うんですね、噂ですよこれね。うん、あのシュルツ首相、あ、慎重かもしれないけど、ま、心配するなと、我々が彼を間違いなく言いくるめるから、軍の方は今からすぐ出せるように準備しときなさいということで圧力をずっとかけ続けたんですよ。そういった噂話も出てて、そしてなんと今こう全然ダメ、このウクライナ戦争ガタガタになっちゃった、ロシアは全然強くなってる、これに対してこの状況で焦った彼女は、上官のね、上官っていうのは、まあ、簡単に言えば彼女の場合はナンバー3だから、ナンバーワンのブリンケン、または国家安全補佐官のサリバンとかね、この辺のまあ上位に来る人たちに意見を諮らないで、国防総省に勝手に電話をして、そしてもっと強硬なことをやれというようなね、ことを言ったという話が出てる。だけどすでにこの民主党バイデン政権でもね、時の大統領はね、大きな戦争をこれ以上ね、今年やりたくはないですよ。選挙あるから、11月に。もう2つの戦争に介入してるでしょ、アメリカは。そこでもっと今度はね、ロシアとの本当の戦争になったら、これ大戦争になりますから。今までのような戦争とは違う。イラクだの、アフガニスタンレベルじゃないですからね。核大国だからね。うん、それは絶対避けなきゃいけない。つまりね、ディエスカレーション、つまり収めていかなきゃいけないときに、いまだにガンガン戦争行け、戦争行けっていうのはヌーランドだから。結果的に、その国務防総省の、国務省の扱いの中でも彼女は外されたっていう見方が出てますね。後半はもうちょっと突っ込んで、その辺のお話したいと思います。どうもありがとうございます。